サイラス・クメオが描いたアカデミーの女性クラスの様子、女性の画家に崇拝されているホイスラー・アカデミー・カルメン、別名、ホイスラーの美術学校はアメリカ合衆国の画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーが教師となって1898年にパリに作られた美術学校で1901年まで運営されて並行された。1898年10月に ノートルダムでシャンドーリに近いパッセージスタニスラスの建物で学校は開かれ、経営はホイスラーのモデルだったカルメンロッシュとその音楽家の夫が行った。公名はカルメンロッシュの中から来ている。学生の定員は40人で、学生は女性が大半で、半分以上はアメリカ人であり、何人かのイングランド、アイルランド、スコットランドからの学生もいた。最初の年は、 ホイススラーとアメリカ人彫刻家のフレデリック・ウィリアム・マクマニーズが指導を行い、ホイススラーは無給の客員教授として週に一度学生の作品を批評、指導した。最初は全員が同じクラスであったが、ホイススラーの意向で男女別のクラスに分けられた。経験のある学生が助手に任命された。女性クラスは アイルランド出身のベートが助手を務め、男性のクラスは、クローフォードからアルフォンス・ミュシャ、クネオ、クリフォード・アダムスへと助手は変わった。彫刻を学ぶ学生が少ないことから、フレデリック・マクマニーズは1年で教授を辞めた。ホイスラーの指導は、多くの学生に不満を抱かせるもので、何人かの学生の作品は無視され、満足な批評が与えられないことがしばしばあったと後に、 学生であったクヌヨは雑誌に書いた。ホイスラーの名声にもかかわらず多くの中退者が出ることになった。学生がより少なくなったことは、ホイスラーの意欲を失わせ、3年目には男性学生のクラスは廃止された。さらに、ホイスラーの健康の悪化で学校に出なくなったことから、美術学校は1901年に解散した。ホイスラーはその2年後に没した。 ありがとうございます。